ヴィンテージの JTM45 とかも触ったことあるんですけど、あれにもう近い感じの鳴らしてる前に出てんじゃないかみたいなみたいな感じ。試し引き。ここはですね、ゼンタスタジオなんですけれども、はい、ゼンタさんにね、いつもお世話になってますけれども、今日はですね、こちらのアルビットの中澤さんをお招きしまして、こちらのね、アンプをご紹介したいと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、まあ皆さんね、アルビットっていうブランド、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと改めてアルビット、どういうブランドだったとかっていうのを教えていただいてもいいですか。はい。ベースアンプの B200 で結構、まあ、そこそこ、そうですね、お世話になったと思うんですけど、もともと某楽器メーカーにいまして、はい、そこの開発部に10年ぐらいやってまして、でどうしても自分の思う通りのものを作りたくて、開発者が飛び出しまして、なるほど、もう思う通りのものが作りたいで、それで B200 最初に作りまして、なるほど、それで、まあ、おかげさまで B200 が結構評判良くて、評判良くて、いより国内で何台ぐらい作る、650台作りました、ね、おお、なるほど、もうね、僕もびっくりするぐらい、ただ、はい、ただでもね、あれを作るのにえらい苦労してもう半年かかりから作ったんですけどでそこからもういろんなものを作られて、エフェクターなんかどんなもの、エフェクターはクレイントータスから始めて、DT1 とかディストーションとか、結構ね、それでご存知の方いらっしゃると思う。僕もAB ボックスってエビの柄の、はいはい、あれも使ってましたけれども、はい、でね、やっぱりこう皆さんご存知だと思うんですけど、今回ははいこれですよ。これおかげさまで40周年モデルとして去年作ってあれしたんですけど、はい、フルハンドワイヤーで、はい、それでもう、まあ、長年やってて、もうそろそろ年も年だから、はい、究極ランプ作ったんです。究極のこれはこういうところで作ったんですけど、この、まあ、これできるまでそこそこの経過はあるんですけど、3、4年前に原型作って、はい、どんどん改良していって最終的にこれになったんです。人生をかけた、もう後世に残す、はい、まあ、今のところこれ以上やることないなってぐらいは突っ込んでますけど。今失礼ですが、おいくつでいらっしゃるんですか。72です。おお、そのこの歴史をですね、つぎ込んだ、やっぱりリペア業とかもやってらっしゃるんですよね。もちろん、はいはい、そういうところで培ったノウハウが ここに凝縮してる、はい、モデル名、これは A1 って言いまして、あ、アルビットで一番いいアンプです。アルビットで一番でこっちが、こっちが A1 のコンボです。コンボね、コンボもあると、ええ、だそれをこのね、アルビットのこの人生をこう、もうつぎ込んだこの気合のアンプ、ご紹介いただけるということで、はいはい、細かい説明は僕は早口なんでちょっと息子に細かい説明はじゃあ息子さんの方に、はい、あ、じゃあお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、はい、こちら A1 なんですけれども、かっこいい赤が、ありがとうございます。 50W のフルチューブ、うん、ハンドワイヤー 100% アンプになっております。なるほど、はい、通常このクラスのアンプだとプリカン3本使っているのが、まあ、普通だと思うんですけども、まあ、このアンプは贅沢に5本使っておりまして、はい、まあ、その理由として音を速くするために5本使ってるんですね。はい、で、初号機を買っていただいたゼンタさん、はい、買いましたよ。買いましたか早引きのゼンタさんがどうですか。いや、やっぱ音が速くて、パーン、そう、その何、ヴィンテージの JTM45 とかも触ったことあるんですけど、あれにもう近い感じの音の、なんだろう、
プッシュ、そう鳴らしてる前に出てんじゃないかみたいなみたいな感じよ。音が速いと僕ら表現しますけど、うんうん、要するにその音速が変わるわけではなくて、うん、そのレスポンスが変わるってことですね、うん、やっぱこうスピーカーこんだけ ついてるから、それをこうで空気を揺らすわけなんで、こうやっぱりそこにはこう馬力がいる、はいはいはい、でその馬力をこれ持ってるっていうことですね。そうですね、はい、効率がいいみたいな。でちょうど今ご注文いただいて、うん、作ってるアンプがあるので途中までなんですけど、いいな、はい、こちらがこっちの中身になってますね。これはすごい、こうもうポイントですね、はい、ちょっとしばらく見せてもらっていいですか。ハンドワイヤーで、もうずっと1分ぐらいこれでもいいね。ありがとうございます。なるほど、はい、これもう美しいですね、うんうん、なんかもう宝石箱のやつ。、はい、ありがとうございます。なるほど、これが積んでる、はい、はい、でこちらのコントロールなんですけども、ボリューム、頭のプリムのボリュームに、はい、あとゲインを上げるゲインがついてまして、はい、うん、でマスターがついてるので、うん、まあ、歪みの音量とかも調整ができたり、そこで調整するわけですね。そうですね、はい、はい、でトーンコントロールはトレブル、ミドル、ベースと、うん、プレゼンスっていうのは皆さん一般的に使われたことあると思うんですけども、はいはい、まあ、一番使いやすい構成ですよね。そうですね、はい、うん、でこのクロスという弊社オリジナルのコントロールがついておりまして、ここは知らない、はい、うん、こちらちょっと言葉じゃ説明しにくいのでフリップを用意してきたので、フリップ出てきた、はい、ほう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 、こちらですね、どういうことですかこれ。トーンコントロールの特性なんですけども、うん、このミドルの落ちてるポイントを可変できるという、はい、コントロールがクロスというコントロールになってますね。トレブルとベースのクロスポイントをこう操作できると。そうです、それによってどんな感じになるんですかね。ですね、A1 で例えると、うん、クロスが0の位置でこの青、はいはいはい、フルテンの位置でこの赤に移動するわけなんですけども、はいはい、青から赤に移動することでこのローミッドあたりが、うん、膨らんで出てくるって感じになって、うん、なるほどなるほど、グッと出てくるんですね。そうですね、で青は、まあ、USK の USK、はい、アンプ、うんうん、で赤は UKK のアンプの特性に可変できるという、あ、はい、それによってこう、ね、なんていうかこうアンプのカラーも若干こう変わっていくと、そうです、まあ、トレブル、ミドル、ベース、プレゼンスだけでは操作できないところが変えられるので、うんうん、非常に音作りの幅が広くなっております。なんだかこれは欲しくなってくる、はい、感じがします。でちょうどはい、ループも、はい、ほうほう、センドリターンもコンパクトからあくまで使えるように、ね、拡張性もちゃんとあるぞと、はい、ついてる、真空管で受けてるね、やつですね。ヴィンテージアンプだとなかなか ね、 そうですね、難しかったりするけど、はい、なるほど、はい、うん、でこっちもあれですね、はい、こちらはコンボのモデルですね、はいはいはい、まあ、こちらはサイズの関係で、このゲインとミドルとクロスのコントロールがついてなくて、はい、その操作をスイッチでできるように、スイッチカチカチとね、はい、はいはい、できるようになっておりますね、はい、でちょっとサイズがちっちゃいのでちょっとループはついてないんですけども、一般のユーザーの方だったらコンボの方が使いやすいと思います、ね、かもしれないですね、はい、うん、じゃあですね、まあ、何はともあれ、はい、こちらの2つのサウンド、録音してみましたので聞いてみましょうか、はい、いきます、どうぞ、どうぞ。
い、いかがだったでしょうか、はい、いやよかったです。ありがとうございます。いや、どっちも良かったっすね、これ。やっぱり、その早いっていうの、よくわかりました。なんかね、こう、一発目ちょっとね、ゼンタさんに弾いてもらったのを聞いたんですけど、まあ、それがね、オープニングね、撮ったやつ、あれね、もう、あ、ですよねっていう、アンプってこうだったよなっていう、そういうサウンド、やっぱその早いというか、なんかもう塊で来る音の。ありがとうございます。感じ。パーンみたいな、はい、音に殴られる感じそう、来たーみたいなロックっていう感じがしてね、すごい良かったです。やっぱ改めて弾いてみてどうでした？いや、もう普段から録音でも使ってるんで、そのもういいですね。ただそのやっぱ、あこういう音も出んだみたいな、結構、うんうん、あの使ってる中でも、うんうんうん、意外とだからボリュームって書いてあるものの、はい、上げるとだんだんなんだろう、ゲインも上がっていく感じが、そうですね、そう、うん、あって、それも発見、使ってるうちに面白いなと思ったり、そうそう、さっきね、そのサウンドチェックの時も、うん、あのゲインで歪み具合調整するんじゃなくてボリュームでやったんですよね、うんうん、まあ、それで結構クリーンのところまでいけたりとかするし、でハムで弾いても、まあ、シングルで弾いても結構なんかやっぱり上の方も出てるし、なんかこうなんかね、やっぱレコードで、レコードっていうかその CD で聴いてた、はいはいはい、あの音っていうのがこう出てくるのがちょっと感動する感じがあって、でこれも良かった、ありがとうございます。これねすごい、なんでしょうね、すごい良かった、ね、さっき弾いてるの聞いていただいて、ありがとうございます、いい音するねって言っていただいて、いや僕もびっくりしてましたよ、このサイズ感の音じゃないというか、いや全然お世辞じゃなく出てましたね、素晴らしいですね、うーん、なるほど。でね、この3、もう僕らの感動をですね、まあ、少しでもちょっと視聴者の皆さんに伝えたいなと思いまして、やっぱこうマイキングした音とやっぱ体感してる音ってちょっとギャップがあるじゃないですか、いつもそこでなんか葛藤があるんですけど、ちょっとでもね、ちょっとでもこう体感していただくことで、別件でお借りしてたノイマンの、まあ、KU100 っていう、これはバイノーラル録音ができる、ね、マイクなんですけれども、この部屋でね、そのこうアンプをこう実際にこうやって聞いてる音をちょっと収録しようという、はいはい、初の、はい、こんなこと誰もやってないと思うんですけど、ね、ちょっとまあ普段の使い方とちょっと違うかもしれないですけど、それをちょっとチャレンジしてみたんで、もしかしたらね、その雰囲気分かっていただけるかもしれないので、ちょっと聞いていただきましょうか。はい、よし、どうぞ。はい、どうぞ。でしたでしょうか。なかなか面白いサウンドが取れたんじゃないかなと思いますね。なんかこうね、アンプのをこう音を伝えるときにこうね、マイクオンマイクだけだとちょっと難しいですよね、はいはい、なのでちょっとね、これ導入してみたんですけど、かなりちょっとね、それっぽい雰囲気が、その場にいるような雰囲気取れたんじゃないかと思います。まあ、そういうのをやってみましたけれども、今日はありがとうございました。ありがとうございました。まあ40周年ということでこちらのアンプも出してるんですけど、はい、これから出る新製品、新製品、はい、ちょっと見せていただいていいですか。お、これはどういうモデルですか。こちらはですね、JTM45 タイプのプリカンを3本搭載したプリアンプ。これプリアンプですね。そうです、ディカのプリアンプ、うん、なるほど。でこちらが1992のベース用のプリアンプです、ね、おお、はい、こういうものも 40,、はい、40周年で、はい、あとこれがまた今回やってる
うん、GW1 の新製品で、はい、こちらがゲルマニウムのダイオードに、はい、もともとこちらの GW1 という製品だったんですけども、うんまあ、ローを調整したいということでベースのつまみをベースミックスのつまみを取り付けた新製品ですね。なるほど、こういうものも出ている、はいはい、出しております。でその TC1 ってやつはこちらですね、チューブサウンドコンバーターというこれはなんか面白いぞ。これどういうことですか。通すだけで真空管サウンドに変換するという、みんな好きそうこれなんで、あの昨今のデジタルブームに、はい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 、持ってこいの製品ですね。これをとあの例えばそのデジタルのプリアンプとかに、そうです例えばあのマルチエフェクターとギターの間に入ったりとか、まあ、後ろでもいいし、はい、後ろでもいいですし、入力がかなり幅広く受けられるの で、 そうなんです、置き場所が困らない、プリアンプとパンプの間にも置けるような、いろいろありますね、はい、あの使いやすいように、あの全然この増幅はしてないんで、うん、ドラマに入れてもあの同じ信号が出てきますから、うん、チューブ取った信号が、うんうん、音だけ変えるって感じですね。なるほど、はいはい、トランジスタのアンプの前につなぐとあたかもチューブアンプのような音がします。なるほど、はい、そういうことですって。まあいろいろですね、ちょっと製品があるので、まあ、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひ気になった方チェックしてみてください。ということで今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、いろいろお世話になりました。はい、チェックしてみてください。またね、バイバーイ。ありがとうございました。